J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ですね、ある企業さんで外国籍社員の方向けの日本文化体験研修というのをですね、会社の方で担当させていただきました。まあ、どんな文化体験研修だったかというとですね、茶道と俳句ですね、これを英語で提供するというところで、まあ、僕は茶道も俳句もでっかいカタカナの動がつくほどど素人ですので、まあ教えるということはできないんですけども、もう完全にサポートに回らせていただいたというところですね。みどりさんは茶道ずっとされていたということで、まあ茶道の方、まあでも茶道も先生を立てて、はい、ですかね。はい、4名の先生方にご協力いただいて、そのうち1名の先生が俳句も、これまでご指導されたことがあるということで、なんとその先生はアメリカ出身の、ね、はい、先生なんですが、すごくもう日本の精神をたしなまれていて、彼女にメインの講師を務めていただき、そしてこう体験をするお茶道のところでは、私自身がお世話になっている、横浜の浦仙家の先生で、あのところで一緒に学んでいる先生方を3人に、はい、リードをしていただいて、私はサポートですね、英語のサポートをさせていただく形で、行わせていただきました。いかがでしたか。まあ、あの僕は俳句の方のサポートだったので、はいはい、茶道はちょっと、まあ、全く見てないんですけれども、はい、皆さんの反応っていかがでしたか。はい、そうですね、一番初めに全体でデモンストレーションをまず全体で見ていただいて、でその後グループで分かれて、ちょっと少人数になって、あの相手の人を思って立ててあげて互いに飲み合うという、そういう体験をしたしていただいたんですけれど、和室でお互いが向き合うようなセッティングで、そこにはもうすでにお菓子ですとかが準備されているという状況だったんですが、皆様その席に着いたらもうなんかすっとですね、表情がこう和らいで会話が始まり、全く立てていないんですけれど、立てるこうお手前の何でしょうね、こうエアーで皆様それぞれやり合って、こんな風にやるんだよねみたいな話が、それぞれおそらく今回初めて、互いに会う皆さんだったんですが、もうすでに和やかな雰囲気にこうなっていたのがとても印象的でした。それはなんか和室のなんか雰囲気のあのパワーみたいなのあるんですかね、はい、なんかそれも感じさせてもらいましたね。あと和室の雰囲気、畳の上に一緒に座るという雰囲気や、あとはもうそこにお茶ですとか、まあ、お菓子が準備されていたので、やはりこれから食べ物を共にするという、そこにもなんかこう心安らぐやはりルーツがあるのかなと思いましたね。なんかさっきエアーで、はい、あの道具の名前僕は分かんないんですけども、はい、あのシャカシャカするやつ、はい、あれ茶筅、茶筅、はい、エアーでエアシャカシャカをもうされていたんですか。そうですね、きっとこんな風にやるのかなみたいなお話を皆さんされていて、はい、であとお抹茶自体は今抹茶っていう、本当にこうアルファベットで抹茶って書いて世界中で今人気が出ていて、はい、それで皆さんお抹茶自体はよくあのご存知の方も多くて、なので抹茶じゃあ濃いの作ろうかな、薄いの作ろうかなとか、私は苦手ですとか、私は大好きみたいな、そういう会話がもう早いうちからなされていて、はい、あの自分のを立てるんではなく、やっぱり相手の方のを立てるって言ったところがミソかなと思うんですが、自分で入れて自分で飲むんじゃないんですか。そうなんです、向かいの方に心を入れてこう立てて、それをお出しするという形なので、そこから多分もう会話が始まっていて、 どれくらいの濃さにしますかとか、はい、皆さんお茶は大丈夫なんですか。あ、
応その時、まあ、数名の方が、全体で20名ちょっといらっしゃいましたが、数名ちょっと苦手で、昔飲んだことあるんですが、苦手でしたっておっしゃっていた方もいらしたんですが、一応その場ではお相手に薄めにお願いしますと言いながら、全員の間飲んでいらっしゃいましたね。はい。でも印象的にはお好きな方が多いように見受けました。そうなんですね。はい。お砂糖とか入ってないんですけどね。はい。じゃあもう苦い。もう純粋な。はい。ただ今回のお抹茶の粉は、ちょっとやはり甘みがある、美味しいお抹茶ではあったと思うんですが、はい。へー。でも、クリーミーに、裏千家はシャカシャカでですね、もうクリーミーに、もう本当にこう、見た目がラテのような形に仕上がるようにお抹茶を立てるんですが、表千家はあまりそこまで泡立てないと聞いてますが、我々は皆裏千家だったので、こう本当ホイップするようにですね、泡立てるんですが、やはり初めてですとそれが難しくて、なのでお互いにこう出来上がったものを見合いながら、私のは泡が立たない、あ、すごい泡が立ってるね、なんて、そういう会話ももう自然といろいろ発生してきていたのが、すごく良かったなと思いました。この体験自体はやはり日本文化の茶道ですけども、はい、その説明は、その3名の先生は日本語で説明をそうですね、はい、するんですね、はい、で実際にお会いしたら、その20名の参加者の皆様の多くが日本語をとてもお上手にお話になられていたので、もう直接ぜひここは日本語も楽しむ場として活用くださいといった形で、本当にまだ来て間もない方のサポートを私はさせていただいたくらいで、基本的には先生方とも日本語でやり取りを楽しんでいただきました。そうなんですね、はい、へまあ、俳句の方も、僕は俳句ずっといたんですけれども、はい、まあ、基本ずっと英語で、はい、シンシア先生も英語で説明をして、はい、まあ、俳句の歴史とかですね、はい、で日本で一番有名なのは松尾芭蕉で、こういう句がありますよって言って、はい、じゃあ J、綺麗な日本語で読んでくださいとか言って了解しましたっていう面白そうですね、はい、古い池や飼わず飛び込む水の音みたいな感じで読んで、はい、で、なるほど、はい、で J のフェイバリット俳句ポートが、はい、正岡式だって言って、うん、僕ちょっと正岡式の話をしたら、なんかマイフェイブリットになっちゃったみたいで、はい、なるほど、じゃあ正岡式の説明を してくださいって言って言われて、その場の振りで、その場の振りで、はい、で、まあ、ちょうど最近松山に行って、はい、そうでしたね、はい、正岡式の勉強してきたので、はい、まあ、そのことをですね、はいはい、英語で、はいはい、説明して、 He's a big fan of baseball and he was theone of the first people who played baseball in Japan みたいなって、とかって、はい、私も今聞いた驚きです。そういうなんかご反応があって、はい、はい、まあ野球好きの僕としては、もうそれで仕事は終えたかなという感じですけれども、うん、まあでも、本当その後で、じゃあ実際に俳句書いてみましょうって言って、はい、まあ5、7、5、5、7、5ですよって話をして、うん、で、まあイングリッシュでも書いてもいいし、ジャパニーズでもいいし、うん、Your own language でもいいしみたいな話をして、はい、うん、英語で書いてた方もいらっしゃいますし、はい、日本語で書いてた方もいらっしゃいましたね。なるほど。その時私の質問なんですけれど、英語で書くときはこう単語数を五七五にするんですか？あ、いや、これは、音節音節ですね。はい、はい、なので、どんな感じでしょうか？例えば important だったら、はい、in で1、はい、for で1、はい、and tant で1なので、うん、3音節なんです、ね、なるほど。もうじゃあ important を使ったらそれだけで3カウントということですね。3カウント、そうですね、うん、はい、なるほど。そうするとちょっと実際に英語のポエット聞いてみたいなと思ったんですが、五七五どんな感じになるんでしょうか？ちょっと今手元に資料がないのでわからないですけども、はいはい、調べてみていただくと出てきますので、はい、なるほど、はい、まあ、でも本当に五七五ですね。僕も作ろうと思ったんですけど、はい、やっぱりなんか音節で作るって難しいですね。難しいですね、はい、単語や意味ではなく音節ですものね。うん、日本語だったらなんか書き食えばみたいな、はい、そうですね、パート出てくるって今の
まさか式が作ったものなので一単語で一音節という感じですもんね。そうですね、日本語は温泉にとかってなんかパッと出てくるんですけど、うんうん、はい、英語の場合はやっぱ音節数えながらやる、もう小学生以来ぶりにこうなんか指を折りながらですね。それも面白いですね、うん、皆さんはどうでしょう、作れていましたか？あ、でも結構作れてましたね。あ、すごいですね。お一人の方はインドネシアの方で、はいはい、なんか俳句に興味があってテレビでもこう見てたっていうことで、すごい綺麗な日本語の句を書いて、はい、でその後で全く同じ内容の英語で書かれて、すごすぎますね。でしかもちゃんと音節五七五で、あ、すごいなと思って。すごいですね。あれはなんかこう感動しましたね。あ、それは聞きたかったですね。はい。で本当皆さんこうで、まあ、スムーズに作れる方もいらっしゃれば、うん、やっぱなかなかこうアイデアが出ずにっていう方もいらっしゃいましたけどね、はい、まあ、でも本当にやっぱり、あ、こんな短い詩があるんだっていうので、あ、そうです、世界で一番短い詩ですよね。あ、そうなんですね、はい、俳句が、やっぱりそういうところもやっぱ感心しながら、あと、まあ、いろんな質問も、はい、で受けながら、うん、はあ、皆さん楽しまれてましたね。あ、とてもいいですね、うん、じゃ交流が進んだという感じでしょうかね。そうですね、はい、で普段こう英語の研修じゃないですか、うん、僕らがやってるのは、そうですね、はい、じゃあこれってどういう意味ですかとか、はい、じゃあこの場合はどうなりますかみたいな、うん、そういう英語の質問っていうのをこう受けることには慣れてますけども、はい、今回逆なので、そうですね、普段は、まあ、日本語を話しながらこの英語の説明ですけども、今回英語を話しながら日本文化の説明だったので、はい、これってどういう意味ですかっていうのを英語で聞かれて英語で答えるとか、うん、これ日本語で何て言うんですかとかっていうのはなんかすごく、うん、新鮮でしたね、うんうん、僕にとっても。そうですね、私たち自身にとっても大きな学びがありましたよね。それでいうとお茶の方ではですね、今回ハラル、イスラム法で許されている食べ物だけを食べるという習慣を持たれている方がいらしたので、先生方と事前にいっぱいリサーチを重ねてですね、現在では日本でもハラル認証を得ているお菓子もいくらか出ておりまして、で昔からあるきな粉のお菓子の五花棒ってご存知ですか？五花棒、はい、五花棒、きな粉をメインに使ったお菓子なんですが、ちょっと歯ごたえもですね、こうしっかり弾力があるっていう感じなんですが、その中にチョコレートだとかキャラメルを詰め込んで、こう海外の方でも馴染みやすそうにできているお菓子を先生が見つけてくださって、はい、でそれを今回メインのお菓子として、あとはラクガンはもうシュガーだけ、和三盆のお砂糖だけでできているので、あと着色ですね。なのでその2つを準備したんですが、結構これは皆さん喜んでいただいて、美味しい美味しいと、はい、なので日本の昔からあるこう味を楽しんでいただけたのも良かったなと、同時に準備する時から我々がすごいやはり異文化をもうすでに感じさせてもらって、本当私たち自身学ばせてもらうことが多いなと感じました。うん、僕もなんかあの場にいて、日本文化自分は全然知らないなっていうのなんかすごく感じましたね。触れるとそうですよね。ラクガンとかただのパサパサのお菓子のイメージしかなかったのでなるほど、これってこういうお茶の時にいただくものなんだとか。そうですね、でお抹茶を飲む前にいただくんですよね。その甘さを口に残して苦いお抹茶をいただくという、この口の中でマリアージュを楽しむ。あ、そういうことなんですね。あれ和菓子は最初に食べるものなんですか？そうなんです、全部食べる、全部食べます。お抹茶を飲む前に食べ終えてから抹茶を飲むという感じですね。なんか先になんか口を潤したい感じはありますけどね。あ、そうですね、特にこの暑い夏ですとね。そうなんです、はい、面白いですよね。あと皆様から出た意見でシェアしたいなと思ったことがあるんですが、もう一点いいですか？はい。はい。その、事前にレクチャーの後のデモンストレーションを見ているときに、そこでは、基本的にはこの、ま、薄茶は実はいいとされているんですが、お濃い茶というのが一番フォーマルなお茶とされていて、そのお濃い茶を立てているときは、基本的にはこう、ゲストはみんな喋らないんですね。会話をせずに本当にそのお点前を見ているという形で、で、そのことをですね、こう、体験の時にはもう気楽に喋りながらやりましょうと先生がそれをしっかりと説明してくださって、お茶道にはいろんな楽しみ方があって、さっきのようなまあちょっとフォーマルなシーンもあれば、
今日やっている盆略デマへと言って、それはあのテーブルで、あと食器もあまりこだわらずに、もう自分自身が持っているものを使って、まあさっき J さんのおっしゃった茶筅、シャカシャカってやる茶筅だけを準備しなきゃいけないけれど、それ以外は本当にあるものを使ってどこでもできるのがこの盆略デマへですって、それを何度もこう丁寧に説明くださったんですが、皆さん驚かれていたのが、へえ、お抹茶の時は喋らないんですねって言って、はい。で、そうなんです。なぜかというと、あの、お点前の動作ももちろん見ることもそうですし、あと音、お湯を注ぐ時のこの水の跳ねる音ですとか、その音すらも風情として捉えて、暑い夏であれば、その水の音に涼しさを見出して、そして例えば掛け軸には絵ではなく文字で滝って書いてあったりするんですけど、そこに涼しさを見出すという、今回7月の回だったので、やはりすごい暑い中だったので、あの、そういう、あの、涼しさを感じるところですとか、五感を使って喋らずとも楽しむという、それを先生方と一緒に英語と日本語で説明したんですが、そしたらやはり一番最後に、あの、振り返りの場面でも、そのマインドフルでいることの大切さを感じましたですとか、今後そうした日々の一瞬一瞬を、あの、大切にして楽しむようにしたいですっていう、あの、ご意見を最後にいただけたのは、あの、すごく嬉しいことだなと感じました。いや、本当、言葉は最低限っていう感じですよね。茶道もそうですし、まあ、俳句に関しても五七五しかないので。そうですね。はい。確かにその中に季語を入れたりとかですもんね。はい、そうですね。いや、なので日本文化って本当に触れると私たち自身もたくさんの気づきを得て面白いですよね。そうですね。なんかやっぱりすごいいいなって思いましたね。やっぱりああいう風な体験は、まあ、今回運営側でしたけど、僕参加者としてもほぼ、まあ、この前華道っていう話しましたけども、はいはい、あと茶道はなんか1回2回ぐらい体験したぐらいで、うん、あんまりなんかその時も正座して、はい、やば、足痺れてきたとか、ではそっち気になって確かにお茶に集中できなかったとか、はい、うん、あるので、うんうんうん、なんかすごくいい今回のは、はい、うん、僕らにとってもいい経験でしたし、ね、やっぱ皆さんが本当に、あの、楽しんでいただいているっていうのも分かりましたし、うん、そうですね、で、まあ、国籍で言うとどのぐらい8カ国ぐらいの方ですかね。あ、そうですね、はい、アジア圏の方が多くいらっしゃいましたね。そうですね、はい、まあ、ヨーロッパの方とか、はい、アフリカの方とかもいらっしゃって、そうですね、はい、まあ、本当とこう多様性を感じる。そうですね、はい、うんうん、やっぱりそういうなかなか、まあ後でお話聞くところによると、やっぱそのチーム内は他の方は全員日本人で、はい、まあ、その方だけ、まあ、外国籍っていうケースもあるみたいで、うん、はい、まあ、なかなかこう一堂に集うことっていうのはあんまないですからね。そうですね。そういう意味では、まあ、皆さんにとってもこうコミュニケーションを取るいいきっかけになったとも思いますし、はい、あとはネットワークですよね。はい、うん、横のつながり。そうですね、はい、っていうのはあの大きかったかなと思います、うん、でやっぱりそのコミュニケーションがのツールとしてやっぱり英語っていうのはもう見てて最初からもそうだったので、うんうん、はい、うん、Which department みたいな感じで、うん、もう最初からこうお互い会話をするのが英語だったので、はい、あ、やっぱりもう英語っていうのはもう、うん、なんだろう、こう複数の国の人たちが集まったら、はい、もう言葉はもう自然と英語になるんだなっていうのはなんか改めて感じましたね、うん、そうですね、皆様それぞれに母国語があるわけですもんね、うん、はい、確かにその中で自然と英語を使ってコミュニケーションを取っている、うん、ですね、はい、でなんかその後でこう実際にじゃあ職場でとかお仕事でこう、まあ、日本の特徴ですよね、はい、まあ、日本の文化ではあるんでしょうけれども、うん、なかなかやっぱりこうそこのギャップから困ってることもあるんじゃないかっていうところ で、うん、そ, うでね、そういう話もちょっと伺ったんですけども、はい、やっぱりこういくつかあって なるほどなっていうのは思ったんですね、うんうん、でそれっていうのは、まあ、もちろんあの日本なので、その皆さんが合わせる部分っていうのもあると思うんですけども、はい、逆もやっぱり日本で働いていただいているという部分で、私たちが、まあ、日本人が
そこを組みしてより、まあはい、ミスコミュニケーションがないようにですね、うん、まあ、日本の文化って世界一高文脈の文化なので、はい、まあ、言わなくても分かるでしょう、うん、察してねっていう文化なんですね、はい、だから僕らがどの国の人と、その仮に韓国、うん、中国だったとしても、その地理的に近くてアジア圏の方だったとしても、やっぱり日本よりは察する文化ではないんですよね、うんうん、はい、ってなると、じゃあ何でコミュニケーションを取るかというと、やっぱり言葉でコミュニケーションを取るっていう部分がありますからね、はい、まあ、そのあたりはしっかりと合わせていかなきゃいけないんだなっていうのはすごく感じたんですが、例えばやっぱ遠回りの説明が多いっていう方多かったですね。それで悩まれているということですね。そうですね、じゃあどうするのっていう、なんかそこまで言ってほしいっていう。そうですね、はい、そうですね、似ているところかなと思うんですが、あとは何々されるという表現が多いので、それがこう敬語として使われているのか、それとも受動態なのか、はい、これは、主体的にするのかしないのかというところで考えると、はい、難しいという、なされたことなのかどうなのかとか。そうですね、はい、そうですよね、なんか自然と使っちゃってますけどね、うん、そうですね、なのでその方は一緒に最後お話しして、日本語でずっとお話ししましたけれど、そうすると一般会話はもうこの上なくとてもネイティブに近い我々と同じように日本語を使いこなしていて、あ、もうこれだけ話せていたら困ることないですよねってお聞きしたところ、いや、これが仕事の会議になった瞬間に、さっきのようなこう何々されるですとか、はい、いろいろなこの遠回しの表現も多くて、うんうん、一気にわからなくなっちゃうんですっていうことをお話しされていて、そこまで日本語ができても、なるほど、仕事の場面になった瞬間難しいんだなと。まあ、確かに単語のレベルっていうのも一気に上がったりしますし、そうですね、あとはやっぱ言い回しなんでしょうね。そうですね、確かに。で、言い回しがこうそれこそちょっと遠回り的な言い回しになって、はい、で全部言わないとかってなると余計になんかふわふわした感じですよね。そうですね、一番最後にでという形に、本当に、はい、抹茶で言うともう泡の部分しか見えないのでなかなかふわふわしてその味見もできないみたいな、納得もできない、理解も難しいっていう感じになるかもしれないですよね。そうですね、なのでなんか、そうですね、そこでもう一方、もう日本に10年以上住まわれているという方にお話を最後お伺いして、でその時に、これまでの生活振り返っていかがですか、困ることもありますよねって、まさにそんな困ったことに関するお話ししていたんですが、そしたら、まあ、一ついいなと思った回答は、なんかそうですね、やっぱり全く違う文化だったので、その方は英語圏の、はい、方でいらして、なので全く文化が違って本当困っていたけど、でもそんな環境を苦しいって思いながら、ずっと10年もいたら自分の人生苦しくなっちゃうでしょうって、うん、なので本当にもうここは考え方次第かなっておっしゃってたのがすごく印象的でした。なるほど、はい、その思考を合わせていくっていうところですかね。そうですね、はい、なのでやはりそれだけ長くいらっしゃると、日本語から英語の通訳をお願いされることも多くて、で例えば私たち本当よく使っていると思うんですが、では最後にご協力をお願いいたしますという締めくくり方、はい、でこれも初めの頃はその直訳してみたものの、やっぱり直訳すると英語圏の方たちは最後ハテナの状態になってしまって、なのでそのうちにその方は、例えばそれは We are looking forward to working with you みたいな形で変換するようにしましたねっていうことをおっしゃってたんですが、まさにこの、はい、この長年ここでの経験をしているからこそ、こう、掴める感覚というんでしょうかね、っていうのもあるのかなと思って、この辺は本当になかなか説明しがたい、難しい体験を通じてこそ、こう身につけていけるものなのかなというふうにも感じました。日本語の、まあ、全部じゃないですけど特徴としては、その使ってる言葉と意味がずれるやつが多いんですね。そうですね、例えば、あ、それちょっと難しいですねっていうのは、ちょっと難しいなのに
できないじゃないですか。そうですね。よろしくお願いしますも何をよろしくお願いしてるのか分かんないけど、とりあえず言うっていう、そうですね、それこそまあそれ自体にはまああまり意味がない、はい、うん、まあ形式上のものっていうのもあるの で、うん、だから言葉と意味がずれるっていうところはまず一つ難しい部分かなっていうのは思いますよね。そうですね。だからそういう意味ではまあこれ英語スキルブースターっていう名前の番組ですけども、はい、日本語スキルブースターとしては、はい、これはまあ外国人とのコミュニケーションの時もそうかもしれないですけども、日本人同士のコミュニケーションもやっぱり言葉と意味がずれた時はミスコミュニケーション起こりやすいんですよね。そうですね、うん、我々の中でもありますよね。そこは、はい、そこは言葉と意味を合わせるっていう、うん、まあ、コミュニケーションスタイル、言葉遣いって言い回しっていうのを盛り込むことがやっぱ大事だと思いますし、うん、まあ、それは英語の場合はもう特にそうですよね。そうですね、うん、と思いますよね。あと僕がお話した方は、うん、まあ、仕事のやり方としてこのやり方だとのままだとあんまりうまくいかないよっていうふうに言われたっていうことなんですけど、でその方はそう受け取ったので、あ、じゃあもっとこれを解決しなきゃいけないっていう、その問題解決としてそのやり方をもっといい方向に持っていこうとしたら、違うっていうふうに言われて、うん、どうしたらよかったかというと、そのやり方うまくいかないから別のやり方をしてくださいっていう意味だったらしいんですよね。なるほど。でもうまくいかないよしか言われてないので、あ、じゃあうまくいくようにこれなんとか改善しますっていうのを取り組んでいて、やっぱそこでコミュニケーションのズレが発生していたっていうことで、時間的ロスも発生しますもんね、まあ、そこで、だからじゃあどうすればいいのっていうところまでが、まあ、もちろんあの自分で考えてねっていう意味だったら、あの、じゃあそれ改善しますでよかったんでしょうけど、多分それ言った方からしたら、そのやり方じゃなくて違うやり方にしてねという意味で、そのやり方うまくいかないよっていう、ここで止めてしまったので、うん、はい、あの本来意味しているものではないふうに、まあ、伝わってしまったっていう形なので、うん、まあ、日本ってどちらかというとこう聞く側読む側が、はい、全責任を持って、ね、話して書き手を理解するという部分ありますけどね。でもやっぱり英語の文化とか、まあ、それ以外の、まあ、言語に限らずですけれども他の文化であれば、やっぱり話し手がもしくは書き手が全責任を持って、読み手聞き手に、理解させるっていう、やっぱり全責任を持っているっていう部分があるので、まあ、これはやっぱりまあ文化の違いなので、どっちが良くてどっちが悪いっていうものではないんですけども、ただやっぱ複数の文化の方が集まった時には勘違いのないようにしなきゃいけないっていうのはありますからね。そうですね、どちらも使いこなせるっていうのが一番理想的ですよね。ですね。だ本当にあの半日間の研修でしたけど、うん、もうずっと英語でこうずっとやって、はい、でそしてその後でこう最後に懇親会があって、はい、懇親会になったら全員日本語になるっていうですね。あら、皆さん日本語喋れたんですねっていう。初めから日本語でもよかったかもしれないという。すごいですね、皆さんも喋れるっていうのは。本当に本当そうですよね、うん、多分ほとんどの方が2カ国3カ国語喋れるってことですからね、はい、うん、すごいですね、改めて思うと。いやいや、そうですね、うん、やっぱりまあ言葉の力っていうのも感じましたし、はい、うん、あとは最後なんかこう振り返りのところで、はい、皆さんにこう1分ぐらい、まあ、今日の振り返りと学びと、はい、それからまあアクションですね、今後のアクションプランお話しいただきましたけども、はい、やっぱすごくこう考えている方だなっていうのは、うん、感じましたね。そうですね、感性が感度が高いという感じですね。そうですね、はあ、そうそう、であのシンシア先生も他の茶道の皆さんも、はい、あの着物で、緑さんもそうですけどね、はい、こう着物で参加されると、で僕はあのもう本当直前までスーツで参加しようと思ってたんですけども、はい、皆さん着物で僕だけスーツだとなんか逆に浮くなと思ってで、あ、そういえば2年前に着たあの浴衣があったなと思ってですね、もう本当に前日の夜ぐらいですね、よし明日は浴衣だと思って、はい、決まったんですね、ちゃんと浴衣にして、はい、そして下駄、はい、やっぱりあれは着慣れない、履き慣れないとひどい目に遭いますね。何が起こったんでしょう。浴衣脱いだ時から、はい、こわ、腰が痛いってなって、翌日はもうなんかあんまりこう痛すぎて動けなかったですね。そこまで、はい、これはもしかしたら着物を着るケースは、着物を身につけての動き方所作というのを習うレッスンが必要かもしれませんね。いや、本当そう思いました。だからもう浴衣であの帯でこう締まってるので、はい、もうほぼこう
なんていうか骨盤が、そうですね、骨盤固定するじゃないですか、はい、ってなったら、まあ、大股では当然歩けないですし、はい、まあ、浴衣ですからね、はい、そもそも大股で歩くようなものではないの で小股で歩くんですけど、はい、その歩き方がよく分からなく、多分僕ロボットみたいな歩き方をずっとしてたと思うんですよね。はい、はい、それによって腰が悲鳴を上げてしまったという部分がありますね。これは皆さんぜひお気をつけくださいですね。はい、はい、何よりも僕は日本文化に苦しめられたと。なんということですかね。皆さん楽しんでいただいた一方で、はい、Jさんは日本文化に苦しんでいた。はい、その後数日しばらく苦しんでいるという感じですね。はい、まあでも本当にすごく学びの多い一日でしたね、はい、本当に、うん、企画いただいた、人事の皆さんにも感謝しておりますし、本当にそうですね、はい、参加いただいた皆さんにもですね、はい、やっぱり日本文化好きになっていただいて、それから、まあ、はい、ネットワークですね、はい、フルに活かしていただいて、またお仕事につなげていただけたらと、そうですね、思います。はい、そしてご協力いただいた先生方に心から感謝しております。Useful expressions. 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか？はい、今回はボビーナイト、ボビーナイトという人の言葉です。 The will to succeed is important, but what's more importantIs the will to prepare. The will to succeed is important, but what's more important is the will to prepare. 成功しようという意思は大切だが、もっと大切なことは準備しようという意思である。これなんで選んだかというと、まあ、今回の日本文化体験研修の前日に、まあ、茶道は道具がいっぱい必要ですからね、はい、で、みどりさん の, 先生からこう道具を一式こうお借りするというところで、はい、まあ、車でこう取りに行かせていただいて、でその時に、まあ、当日は楽しむのよと、はい、加部先生の言葉ですね。そうですね、加部先生から、はい、当日は楽しむのよ、でもその当日楽しむためには、まあ、しっかりとした準備が必要なのよ、はい、名言が出たと思って。本当ですね、はい、8割っておっしゃってましたね、はい、8割は準備にかかっているとですね、はい、はあ、やっぱりこう、80対20の法則みたいな、パレートの法則っていうのがあって、はい、売上の8割は、2割のお客さんがこう、まあ、買っているとか、はい、そういうなんかルールあるんですよね、はい、法則が、はい、ああ茶道もそうなんだなと思ってですね、はい、で、まあ、この名言もそこに通ずるので選んだんですけれども、本当にそうですね、まあ、でも本当この失敗のほとんどって準備不足ですもんね。うーん、確かに、はい、振り返るとそうですね、もう振り返ると僕の失敗 100% 準備不足ですもん。80-20 の法則じゃないです、はい、もう100です。 100% 失敗の 100% 準備不足です。だからいかに準備をするかって、はい、で準備ってしすぎることはないんですもんね。うん、確かにそうですね、うん、逆にすればするほどもっと準備をと思ってエンドレスですよね、準備というのは。そう、完璧が遠のくんですよね、うん、そうですね、準備をすればするほどするほどですね、気づきがその中で生まれて、うん、はい、はい、なんで私も今回まさにそれをすごく感じさせていただきましたが、本当準備をすればするほど気づきが促されると思いました。うん、まあ、当然、まあ、それと一緒に精度も高まっていくわけですけどね、はい、はい、ちょっとその前日の加部先生のお話でなるほどっていうふうに思ったので、はいはい、そうですね、はい、いや嬉しいシェアありがとうございます。はい、第225回をお送りしました。 J さん、はい、学んでみたい日本文化はありますか？学んでみたい日本文化、僕今回ので本当に日本文化全然知らないなっていうことに気づいてしまったので、
何をしたらいいですかね、僕は。そうですね、では先ほどのお話をお伺いしたところ、やはり着物を着て身につけて動いてみるですとか所作の学びというのは面白いかもしれませんね。あ、はい、そうですね、歩いてみる、階段を登ってみる、降りてみる、はい、食べてみる、あの袖がありますからね。あ、そうですね、はい、これも大きな違いですね。あ、確かにそうですね、はい、またでも腰痛で苦しむ、苦しまないためにですね。はい、でもあの実は着物はその女性も男性もそうですが、腰、女性はお腹全体をね帯で正すので姿勢が良くなるといったところと、実際にはすごい健康への効果がいっぱいあると言われているんですよね。ああ、そうなんですね。はい、なのでぜひ今回の学びを、はい、糧にというんでしょうか、はい、これを逆に言ったら何か自分自身の日々のこう所作に、何か負担があるのかもしれないですね。なので着物を着てその所作を正すことにより、将来の腰痛を防ぐですとか、うん、そういったものにつながるかもしれないので、ぜひちょっと学んでみていただいて、またあのその結果共有いただきたいなと感じました。そうですね、うん、はい、なんかあんまりこうやりたいなって思いはあんまりないんですけどまあでも確かにあの浴衣を着てこう姿勢正しくなったにもかかわらず、まあ、腰痛が発生したということはやっぱ何かずれてたということですからね。かなと。そうですね、はい、まあ、その浴衣着る機会っていうのはあまりないので。そうですね、うん、まあ、でもこういう日本文化研修みたいなのがこう増えてくると、はい、浴衣でやることも増えてくるでしょうからね。そうですね、はい、そうすると今度は浴衣自体の選ぶところからも楽しみを見出すかもしれませんしね。あ、そういうのやるともうハマっちゃうので。あ、なるほど、はい、ちょっとあんまりこう入りすぎるのもちょっと僕は危険なところありますけどね、はい、ただあの参考にさせていただきます、はい、ほどほどに、はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。Jさん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。Okay, thank you for listening. See you next week.